はい、追加配信 FX1 時間軸です。17時50分になりまして、朝解説したところによるとですね、こちらにこうフラッグみたいな兆しが出ているよということでお話して、で、短期的にはこちらの入った方向に抜けるということでお話しましたけども、まあ、まさにそうなりましたね。で、長い目で見るとこちらの方にウィークリーの方にトレンドは動いてますんで、瞬間的にはこうだよっていう話をしました。まさにね、今日は様子を見るんでエントリーはしなかった、どっちに行くかわからないんで2つの仮説を立てましたけども、まあ有力な仮説の方に、なりましたね。ということで、ここからは今度ね、売りのエントリーで利益を上げていこうかと思います。このね、実際にエントリーするのは明日とか明後日です。それではですね、この動画の後に朝どのような放送をしてみたかっていうのをまた振り返ってみてください。ではありがとうございます。こちらの方向に抜けていくのか、それとも、もう一個はですね、これがそのまんま下に行っちゃうのかってことになりますけども、私の考え的には、大きな時間軸、ね、ウィークリーっていうのは、私の見方だと、下の方に向かってるわけですよ。しかしですね、ちょっと思い出していただきたいんですけども、これ、ね、下に向かっているんだけども、このこれじゃないよ、 W ね、4時間でいいのか、4時間を見るときに、ここを底にして今度は跳ね返って上に上がるってこともお話しましたよね。となるとですね、1時間もう一回見てみましょうか。私はね、ウィークリーのこっちの方向に行くんではなくて、瞬間的には短期的には上の方に抜けていくんじゃないかなと思いますよね。上の方に抜けたのを受けて、改めて長い時間をかけてウィークリーのトレンドの方向に戻るんではないかなと思いますんで、これはね、買いポジションを立てていく構えでいこうかと思います。ちょっとね、まだ難しいですよ。難しいんで、今日いきなりエントリー考えるってことはありません。少なくともはっきりと買いの方に向かうか売りの方に向かうかっていう、一回は様子を見ますね。大きく動く方向に様子を見ます。その後でエントリーチャンスが来ると私は考えています。で、以前の私でしたら、ここで、売りか買いかっていうのをね、勝負するんですけども、それをやると、私の場合は、敗北する可能性、利確じゃなくて損切りする可能性が非常に高かったっていうね、経験値がありますんで、ここは一回様子を見て、二回目の動きで、勝ちに行く、取りに行くって感じですかね。では本日は以上です。